おいっす、今日はポケモンやっていこうかなと思います。マホミルをですね、マホイプに進化させました。この糖質っていうやつね。イチゴの飴細工使ったんですけど、どうですかね。まぁ、ちょっと、ね、ランダムでゲットするような形に なったんで、他にもなんかいろんな形があるんだろうなと思うんですけど、でもね、僕イチゴ好きなんで、これでよかったなと思います。まあ、ステータスはこんな感じで、やはり特攻が高いので、まあ、ここでね、一つ攻撃タイプのポケモンをちょっと欲しいなと思いまして、私、エンジンシティの外れにやってまいりました。ここでね、ランダムエンカウントをね、やっていこうかなと思うんですが、このエンジンシティ外れ、何がゲットできるのかというと、ランダムエンカウントで、グレッグル、ダンゴロ、コマタナ、このあたりが確率として出てきやすいと。他にもまあカムカメとベロバーかなが出てくるんですけど、一応確率的にはその3体が高いということで、いずれもね、攻撃タイプのポケモンなので、まあどれが来てもまあいいかなって感じ。でもね、ダンゴロに関しては最終進化までちょっとできないんですよね。通信交換じゃないと進化しないんで、ちょっと通信交換する相手がいないので、まあ一個前の進化になっちゃうんですけど、まあ大丈夫です。ポケモンには進化の奇跡っていうアイテムがあるので、それを使えばね、まあそこのところはうまい具合にね、やっていけるでしょう。でも一応狙いは小マタナかな。これがね、剣の舞、剣の舞か、覚えるんで、ちょっとこれをね、狙っていきたい。攻撃ガン積みして、無双していくの僕好きなんで、一応小マタナ狙いでやっていきましょう。それではランダムエンカウントいきます。カモン、こいぐー、こい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 、ダンゴロ、別にいいとは言ったものの、ちょっと若干外れ臭がしてちょっと大変申し訳ないんですが、まあいいですよ。あ、死なんでよ。あ、よかったよかった。いや、いいんですよ。進化の奇跡使ったらね、もっと強くなるんで、ダンゴロ。ゲットします。はい、このダンゴロのあだ名は、六角ナットとなりました。もう、形がね、まさしかの六角形になってるんで、六角ナットという名前でやらせていただきます。まあ、せっかく捕まえたんでね、この六角ナットも、しっかりと防御に振って、攻撃にも振って、ガン積みの強いポケモンに育てたんやと思います。さあ、やってまいりました。炎のチャレンジャー、カブの挑戦です。こっちがチャレンジャーか。どっちかというと。いや、炎ね。いや、ハスゴロウで余裕でいけるんだろうなと思ったんだけど、なんせね、こいつの手持ちが、キューコンとウィンディーとバルヤクでなんよ。もう、あれよ。前世紀のカツラを思い出させるようなメンツなんだよね。そこにブーバーがおったら完璧みたいな。でも確かカツラもキューコンとウィンディ使ってたよね。だから、そのメンツで来るのかと思って。ねえ。まあ、ちょっと、どんな戦いになるかわかんないけど、やってみましょう。てかね、さっき捕まえたさ、六角ナットも、レベル25になったわ。かっこいい。レベル25になったら進化するんで、今ね、もうちょっとで進化しそうなんですよ。なんか進化したらね、ワンチャンちょっと使えるかもしれない。まあ、それまでは一応、この糖質で戦ったりとかしていくんですけど、ね、あ、これオスだったらワンチャン、おお、どうしたかぶ、めっちゃ来い来いって煽ってんのかお前は。とりあえず、ドラインキスいきます。はい。わ、出た状態以上か、鬼火使ってくるとかほんとガチ勢だな、考え方が。いや、ちょっと待ってよ。このホイップクリーム熱加えたら溶けちゃうよ、そんなことしたら。誰よりも炎技が、弱点になっちゃってるからね。まあ、フェアリータイプだけど。っていうか、全然食らってねえやん。やばすぎ。いや、ここはちょっと天使のキス決めたいな。混乱状態にしたい。わ、火の粉って、ちょっとしょぼいよ。もうちょっといい技使いな。火炎放射とか全然使っ、おい、当たれよ。まあ、確率 75% だけど、当たってくれよ、そこは。あ、炎の渦か。これも厄介だな。やけどプラス炎のダメージか。それはきつすぎ。来ましたね。これで混乱にして、ちょっとでもね、ダメージ与えましょう。最初からね、ハスゴロを出してもよかったんだけど、やっぱ、一撃で倒せれたらそれでいいんだけど、バブル光線だと正味一撃で倒せれんかもしれんって思ったから、
他のポケモンでね、キューコンとウィンディを倒して丸ヤクデに備えようかなと、よしナイス思っております。そしてここでしっかりと回復もしていく。いや全然食らわんねえ。あ、そうか、やけど食らうとなんか攻撃力下がるとかいうの聞いたことあるな。攻撃力と特殊もそうかな。けどまあまあなんとか持ちこたえてますね。うむうむ、オッケーオッケーオッケー、まだいけるでしょ。いやーちょっときついなー。うわー、ま、どうしよう。もう正直この状態で残しててもね、しゃーないのはある。やけど状態になっとるからなー。もう攻めるしかないね。あーやばい、あーあー耐えた、ナイス。でもこれ多分もう死んじゃうかな。オッケーオッケー、でも検討したよ。ナイスナイス。いや、ギリ耐えるんじゃない？耐えんかな？あー無理だよなー。いや、検討した。ナイスチョイス。これだけ削れば、あとはもうミラーガンでいけるでしょう。あ、オッケー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 。まあ、鬼火はきつい。あ、鬼火きつかったな。火の粉とか出してくれた方が良かったわ。どうせダメージ量減っちゃうから。だが、しかし、ここで、強すぎる。強すぎるぞ。やばい、予想以上だな。もうちょっとレベル上げればよかったな。いや、丸ヤクデがレベル27って書いてあったかな。だから、27までまあ、育てんでも大丈夫かなって思ってたけど、予想以上に強い。やめてやめてやめて。オッケー、これで終わったかな。オッケー、ナイス。いや、強すぎる。まあでもね、これ炎技は別に、効果今一つになるわけじゃないから、早いとこ倒さないと。あ、そう、初手でね、こんな感じね。オッケーオッケー。はい、ポーン。この一撃がね、結構でか。いや、全然食らってねえけど。いやー、いけるか、これ。あ、鬼火か。鬼火好きだね。あ、そうか、もらえる技マシンも確か鬼火だった気するな。あー、まあ、鬼火強いけどね。命中率そんな高くなかった気がするんだよな。だから、使うのには少しね、ガチで戦うんだったらいるんだろうけど。こういうのやったらあんまり必要ないかなと思う。オッケー、でもこれで、もういけるね。相手何使うんやろ。火炎車。やばい、それは結構強いぞ。うわー、オッケー、大丈夫。うわー、これ、丸ヤクデ来た時は怖いな。あ、そっか、丸ヤクデって炎と虫だもんな。虫タイプの技とか来られたら結構きついぞ。もう申し訳ないけど、もしやられたパターンのことを考えると、ちょっと、まあ、ミラーガンか、六角納豆にはちょっと犠牲になってもらう感じになるから、前回のルリナ戦と同じような感じになっちゃうけど。いや待てよ、これワンチャンここでダイマックスしてやっても相手の技で死ぬ可能性あるから、バブル光線かまして、で相手は来るでしょ、来るから一回やられよう、やられるっていう作戦で行って、そして変えて回復作戦みたいな。そういえばさ、うちの庭にムカデおってさまあ別にそんなパニックにはならんかったけど、おるんやって思った。もうまあ地方だけども、いや、ムカデっておるんやと思ってしまった。じゃあちょっと6、いや、まずはミラーガンしましょう。すまん、ミラーガン。犠牲になってくれ。ここからが本当の戦いだ。
よくも俺たちの仲間をやってくれたな。大ストリームで一発だお前なんか。いけ、死んでいった仲間の分クラブが、強い。あ、トグローマークね。全然 OK。 それ防御じゃない。この技特殊だ。さあチリとなるがいい。 OK、 ナイス。これでね、ダイマックス同士の戦いだと、いやでもあの勢いだと普通に勝てたかな。まあわかんないけど、うん、まあよかったんじゃないですかね。まあ十分この株のね、強さは伝わったと思います。よーし、というわけで大さんありがとうございました。いいね、この雨の中に打たれてる状態で悔しがる株も、いいですね。かっこいいわ。よくない？雨の中で、ごめんなさい。雨の中に打たれて悔しがる人のあの絵めちゃくちゃ良くない？おぉ、めちゃくちゃ今かっこよかったわ。ということで、進化、ガントルだね。まあ、名前覚えられんから六角ナットってずっと言うけど。いや、この六角ナットがね、どれだけ化けてくれるかによってはだいぶね、勝敗に大きく変わってくるパワージェム。いや、よかったよ。なんか久々にポケモンバトルっぽいポケモンバトルをした気がする。あ、ポケモン4体おったからね。なんか作戦立ててしっかり戦えたと思います。はい、ありがとうございました。はい、というわけで次回はゴーストタイプのジムリーダーと戦うことになりますので、しっかりと準備をして戦っていこうかなと思います。それじゃあ今日の動画はこんな感じで終わります。それじゃあバイバーイ。